学校は五十八万人で、ロンドン、バーミンガム、リーズ、グラスゴーに次いで第五位。五十キロメートル西にはマンチェスターが位置している。また、シェフィールド大学は五人のノーベル賞受賞者を輩出している名門大学。特に理工系に強い。週休クラブの発祥地と言われる。シェフィールドは、北緯五十三度二十三分、成型一度二十八分。 北緯53.383度整形1.467度、53.383マイナス1.467に位置する。ペナイン山脈の南端、ドン川とその4つの支流との合流地点に位置する。367.94平方キロメートルの地域のうち半分近くがピーク国立公園をはじめとする森林で占められており、工業都市でありながら自然も楽しむことが可能である。 7つの丘の上に建てられた町と呼ばれることがよくあり、町の一番低い場所は標高10メートル、最も高い地点は500メートル以上ある。89%の人たちは100から200メートルの地点に今日構える。川に囲まれ、水車動力が得られたことや、鉄鉱石と石炭が均衡で産出したことにより、鉄鉱業で発展し、近隣のリーズやマンチェスターと並んで、 産業革命以来英国工業の中心地として国の経済を支えてきた。1742年、銀メッキの技術がこの地で発明され、1850年代には発明家ヘンリー・ベッセマーがレインカな成功法、ベッセマー法を開発。その結果、シェフィールドはイギリスの鉄鋼市場で得意な地位を獲得した。第二次世界大戦の際、ドイツ軍の爆撃で被害を受けたが、 戦後、広範囲にわたって再建された。今は、主要産業は、金属加工業で、ナイフやフォークなど、刃物産業が盛んであり、造林リやゲニ種と並んで、刃物の 3S と呼ばれている。製工業の中心地で、中でもステンレス製品、特にナイフやフォークなどで知られる。周辺は主要な炭鉱地域で、中鉄工場や新中工場も多い。 1950年代以降主力産業が衰退し、長く低迷状態にあったが、現在は英国有数の学術都市、科学技術集積地として、息を吹き返し、英国有数の都市の座を守っている。人口の年齢別構成は2007年時点で、0から14歳16.4%、15から64歳67.9%、 65歳以上15.7%である。1977年により、市内のクルーシブル劇場で毎年4から5月にかけて世界スヌーカー選手権が行われ、多くの監修を集めている。サッカーチームのシェフィールドウェンズデ FC とシェフィールドユナイテッド FC のホームタウンであり、それぞれフットボールリーグチャンピオンシップとプレミアリーグに属している。また、 世界最古のサッカークラブであるシェフィールド FC も存在する。シェフィールドイーグルズ RLFC はシティのラグビーリーグチームである。ありがとうございます。